さあ今回紹介するのはこれだ。トミカ幼稚園オリジナルトミカ日産フェアレディ Z ホワイトトミカバージョン。これは2019年10月号の付録だよ。なんで今頃これを紹介するのって遅いよって。そうだよね、そうだよね、知ってる知ってる。さあこれは扉が左右開閉して、しかもこの素材がちょっと分かりにくいかな。お、これ Z って書いてあるね。すごいね、クオリティ高え。さあこの素材がちょっと、マットな感じになっていて、好きなように落書きができるようになってんだ。サスペンションもついてるね。そしてこれをなぜ今紹介するのって、それはこれが出たからだ。幼稚園オリジナルトミカトヨタダイナ清掃車ホワイトトミカバージョン。これは2020年の、これも清掃車だよ、それも清掃車だね。2012年の12月号の付録だから、まだまだ間に合うぞ。僕もこの間手に入れたばっかりだ。本当にこの間、本当にこの間手に入れたばっかり。もうマジ売ってないと思ったら売ってた。さあこれだ、じゃじゃん。すごいね、こうかばってかばって開くの、これは開くの、これは開かないの、これ開かないの、これ何開かないの、飾り、これ飾り、それ開かない、開くじゃん、これ開かないの、あれこれ開かない、あれあ、そういう感じなの、これも開くし、いやそれはわかるわかる、ちょっと待って、これはこう開いて、こう開いて、ここは開かない、開かない。でもこっちはこれを開いて、はい、開いて、え、こっちは開く、これ開く、開く、開かないよね、開かないの、開かない、開いたすごいパワープレイ。おー、いいねいいねいいね、並べてね、はい、こんな感じで通常の清掃車がこれです。で幼稚園の付録の清掃車がこっち、これもあのマットな質感になっておりまして、好きなように落書きができるということで、かなり、まあ、売ってないですからね。まあ、売ってるっちゃ売ってるんだけど、あの通常のトミカとして売ってるわけじゃないんで、まあ、ちょっとレアな感じになってますね。はい。さあ、じゃあ行きましょうか。はい、どうぞ、清掃車、始動。わーお、さあ続いて紹介するのはこれだ、大型人員輸送車136分の1スケールです。よいしょよいしょよいしょ、うん、これは何だか、うん、これはサスペンションは動かないね。稼働するところはなさそうだね、なさそうだね。はい、すごい、ね、輸送車でございます。ピーポ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 、そう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 、ピーポピーポ、かっこいいね。じゃあこれもいっちゃいましょう。はい、お願いします。わーおー、はい、次に紹介するのはこのモリタ13メートルブーム付き多目的消防ポンプ自動車 MVF 90分の1スケールと。わあ、ガオー、なんだそれは、それ何、それはそれは何、カエル、カエル、カエル、恐竜、ちょっとカエル見して、カエル恐竜、ちょっと近い近い、うん、カエルね、カエル恐竜、はい、オッケー。今ちょっとトミカ見せてるから待って。いい？ごめんね。さあ、これはね、あのね、さっきの輸送車と違ってね、ちょっとね、重いんですよ。でけえな。ちょっと静かにしようね。すごい、でかい。これは重量感がありますね。お、これはなんだ？あ、
ここがね、はい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 、伸びる伸びる、ちょっとすいません、すいません、カメラこっちなんで、カメラにお尻向けちゃいけないんですね、基本的には。なんでこういう、お、すごいすごい、あ、こんな伸びるんだ、こんな伸びる、これで助けに行くと大丈夫ですよって、13回まで伸びねえか、これはね、大丈夫ですよってマーシャルとかやってるやつだね。すごいねこれは。マーシャル後ろしかできない。そうか、これは、稼働するところはここの、ここの部分ですね、はしごっていうんですか、ここの部分ですね。はしご消防車みたい。スプリングとかサスペンションがついてるんですね。このかっこいいですね、この赤いボディがね。わかります、このピッカピカ、ピッカピカですね。はい、じゃあ行っちゃいましょう、お願いします。ちょっと待って。 OK、 待つよ待つよ、みんな待ってるよ、みんな待ってるから、早くして、待ってる待ってる、ふふふふふ、よしよし、いいかな、もういいかな、せーの、さあここでデカパトロールカーの紹介だぜ。うん、すごい、おー、すごいね、こうやってボタン一つでこうやって開くわけだ。そしてここも開いたら、おー、パトカーいっぱいだね。あー、これは何だい、これ何、これ何、これはこう押すと、おお、あ、こういう風にね、はいはいはい、出動するわけだ、こうやってね、ここで出動って、おお、ふう、さあこのデカパトロールカーもこうやってこうやってこう閉まって、ここ閉まって、よいしょ、ここも開けて、ここも開けて、パオンパオンじゃないね、よし、行くぞ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 、はい、お願いします、デカパトロール、わお、すげえ、もう事故になっちゃったよ。事故ったね、デカパトロールかね。さあこういうことやってると、こういう風になっちゃうので、みんなはこういう風にならないように気をつけよう。じゃあデカパトロールカーはこうやって押すと開いて、ここも開いて、ここも開いて、そしたらここにこうやって、ここに乗る、ここにも乗る、ここでパーン、急発進もできる、そしてこの奥、ここにも乗っ、ここにも乗って、ここだね、あ、ありがとう。ここにも乗って、ここにも、ここにも乗るね。え？あ、ちょっと、ちょっと待ってね。ここに、ここにも、ここにも乗って、ここにも乗って、ここにも乗ると、すごいね。これは両サイド、こんだけこう乗るスペースがあって、上にも、上にも乗って、これ開けると、ここが、すごいし、あの、降りるようになってるんだね。それで、おー、すごいね。でここにヘリポートがあって、ここにこの電源のオンオフがあるわけですね。すごいね、これはいっぱい収容できるデカパトロールカー、トミカをきれいにお片付けするのにも使えるね。